古谷香織の金曜ハミング、時刻は夕方4時を回りました。皆さんこんにちは、古谷香織です。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、今日もこの後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあ今日はポカポカな日差し出ていますけれども、昨日一昨日は急激に寒くなって、ちょっとびっくりしましたね。私も急いでね、冬物のセーターを出したりとか、あったかい靴下を出したりとか、衣替えなんかをしましたけれども、まあ急にね、暖かかった日から寒い日が来てしまうと、うわあ、そういえば冬の寒さってこんな感じだったなーなんて実感してしまいました。まだね、ちょっと寒暖の差があるようですので、皆さん風邪などひかないようにお気をつけください。さあ、それでは今日のメニューからご紹介していきましょう。4時台の前半では地域の話題、快適生活ラジオショッピングでは、今日は聞こえづらさや耳鳴りのお悩みにアプローチする特許取得低分子蜂の子 100% サプリをご紹介します。4時台の後半では毎週バリの情報をお届けしているファインステージのコーナー、5時台の前半では地域の話題、そして町緑校舎情報、後半ではピザーラお届け情報をお送りします。番組中天気予報は30分おきに、交通情報は4時台は30分おきに、5時台と6時台は15分おきにお送りしますので、ドライバーの皆さん、こちらの情報もチェックしてください。さあ、それでは今日も最後までどうぞお付き合いください。ここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路、上り方面へ向かう車、厚木インターチェンジ付近で1キロ下り方面へ向かう車は横浜町田インターチェンジ付近で5キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、八王子方面は大野台で1キロの渋滞。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上河井で1キロの渋滞。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、下今泉で2キロの渋滞です。町田街道、横浜方面へ向かう車、木曽で1キロ、中央橋北で1キロ。相原方面は佐塚で1キロの渋滞です。県道様大和線小松原では両方向とも1キロずつの渋滞。鶴川街道鶴川方面へ向かう車、金井入口で1キロの渋滞です。行幸道路町田方面へ向かう車、総武台前で2キロ、厚木方面は総武台団地入口で1キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で2キロ、大沼で1キロ。反対、昭和橋方面へ向かう車は宇野森で1キロ、相模原公園入り口で1キロの渋滞です。村富線、矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞。おしまいに県道相模原相川線、横山方面へ向かう車、上田名で1キロ。上溝バイパスでは両方向とも1キロずつの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。
この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。変わって天気予報です。相模原のこの後の天気は晴れでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率は深夜まで 0% となっています。続いて相模原の明日も晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は1日を通して 0% となっています。明日朝の予想最低気温は10度。明日日中の最高気温は22度の予想です。以上、天気予報でした。次の交通情報と天気予報は4時30分ごろお伝えします。改めまして FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。さあ、今日は10月24日の金曜日なんですけれども、まあ、来週の金曜日10月31日はハロウィンですね。私も先日買い物に出かけましたら、もうショッピングセンターとかお店の中、店内とかもかぼちゃのね、ハロウィンの飾り付けで華やかになっていました。今はハロウィン限定のお菓子なんかもね、たくさん出ていますよね。コンビニとかでも売っているお菓子もね、ハロウィン限定のパッケージになっていたりして、そういうのを見つけるとなんかやっぱりついつい買ってしまいますね。まあ、そんなハロウィンといえば、仮装した子供が家々を回りながらトリックオアトリートと言ってお菓子をもらうというのが有名ですよね。そこで今週のメッセージテーマは、皆さんの一番好きなお菓子を教えてください。まあ、お菓子って言っても本当にいろんな種類のものがありますよね。そんな中で私が一番好きなお菓子といえば、やっぱりチョコレートです。まあ、チョコレートもいろんな味のおしゃれなね、チョコレートなんていうのもたくさんありますけれども、やっぱりね、一番シンプルな普通の子供の頃から食べていたようなチョコレートが一番好きです。なんかちょっと疲れた時とか、こう、ほっと一息つきたい時にはね、私にとっては欠かせないお菓子となっています。さあ、皆さんは一番好きなお菓子と言ったらどんなものがありますか？ぜひ今日は番組の方まで一番好きなお菓子を教えてください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。そして FM 相模のホームページには番組へのメッセージフォームもありますので、こちらもぜひご利用ください。今日のメッセージテーマは一番好きなお菓子。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。お送りする一曲目はザカさんからいただいたリクエストです。
さだまさしでパンプキンパイとシナモンティー。リクエストくださったザカさん、メッセージも書いてきてくださっています。一番好きなお菓子ですが、甘いものが好きなのでいろいろ悩みましたが、結局浮かんだのがポテトチップののり塩味でした。ポテトチップは旅行の時にも非常食として持ち歩いた時期があるくらい好きなんですよね。しかも食べ始めると止まらないですし、ポテトチップスはさは止まらないですよね。さあ、お送りした曲はザカさんからいただいたリクエスト、今日のテーマにぴったりですね。さだまさしでパンプキンパイとシナモンティーでした。ここで地域の話題をお送りします。河原の菊、相川で見頃という話題です。相川町の NPO 法人愛ふるさとが、相川町田代の中津川河川敷で保護活動を続けている河原の菊の花が見頃を迎え始めました。
26日に鑑賞会を開きます。花が咲いているのは田代運動公園そばの中津川の河川敷。高さ50センチ程度に育った河原の菊が直径2センチほどの薄い紫やピンク、白などの花につけています。2006年から県の許可を得て河川敷中洲の約2000平方メートルを整備。例年3月下旬から日曜ごとにメンバー7、8人が草取りを続け、今年は松蔭大学の学生がボランティアで、また相愛信用組合が地域貢献活動として草取りに協力してくれるようになりました。河原の菊はかつて関東地方の相模川、多摩川、鬼怒川水系の河川敷で多く見られたといいます。ですがダム建設などで水量がコントロールされると背の高い草が洪水などで流されにくくなり、日陰となった河原の菊が減少、現在は絶滅危惧種となっています。鑑賞会は午前11時から午後1時まで、コーラスやオカリナ演奏会、阿波踊りなどを行います。河川敷は田代運動公園から徒歩約5分です。ということで26日に、鑑賞会が行われるという河原の菊、現在相川で見ごろを迎えているということです。ぜひお近くの方は足を運んでみてください。以上、地域の話題をお送りしました。
回の収録を動かない景色に合わせるチャンネル839流れてくるメロディー
ます。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、厚木インターチェンジ付近で2キロ、下り方面へ向かう車は横浜町田インターチェンジ付近で10キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、東京駅南入口で2キロ、八王子方面は東名入口で2キロ、中和田相模大野でそれぞれ1キロの渋滞。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道129号線厚木方面へ向かう車、金田で1キロの渋滞。町田街道相原方面へ向かう車、佐塚で1キロの渋滞です。県道座間大和線相模原方面へ向かう車、中央林間、小松原、総武台団地入り口でそれぞれ1キロの渋滞です。続いて行幸道路、総武台前では両方向とも1キロずつの渋滞。北里通り国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で2キロ、大沼で1キロ、反対昭和橋方面へ向かう車は宇野森で2キロ、相模原公園入り口でも2キロの渋滞です。おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。代わって天気予報です。相模原のこの後の天気は晴れでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率は深夜まで 0% となっています。続いて相模原の明日も晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は1日を通して 0% となっています。明日朝の予想最低気温は10度、明日日中の最高気温は22度の予想です。以上、天気予報でした。次の交通情報と天気予報は5時頃お伝えします。 CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。エボラ出血熱、水際対策を強化です。この時間のニュースをお伝えします。エボラ出血熱の感染が拡大する中、厚生労働省などは今日、エボラ出血熱が流行しているアフリカ4カ国の滞在歴がないか、すべての入国者に確認するよう検疫所と入国管理局に指示しました。検疫は自己申告に基づくため、パスポートを検査する入国管理局で注意喚起の文書を示して、過去3週間21日以内にギニア、リベリア、シエラレオネ、それにコンゴ民主共和国の4カ国に滞在している場合は申告を促し、検疫を受けていない場合は検疫所に戻るよう指示します。
滞在歴の確認は検疫を実施している国内にある30の空港で順次始めます。大手ホテルやレストランで相次いだ食品の産地を偽装するなどの問題を受け、不当表示で利益を得た業者に課徴金を納めさせる法律の改正案が国会に提出されます。今日閣議決定された景品表示法改正案は、実際に使われていない商品をメニューに記載したり、事実とは異なる安さを強調したりするなどして、不当に利益を得た業者に対して売上の 3% を課徴金として納めさせる制度が盛り込まれています。課徴金は不当に得た利益が3年間で5000万円を超えた場合に適用され、違反した業者が消費者へ適切に返金した場合には課徴金が減額または免除されます。政府は今の国会での法案成立を目指し、成立した場合は早ければ2016年春頃に施行される見通しです。大手機器メーカー住友重機械工業が製造した機関銃の性能を確認するため、無許可で実弾を発射し書類送検されました。警視庁によりますと、火薬取締法違反などの疑いで書類送検された住友重機械工業と性能試験の現場責任者ら2人は、おととし製造した機関銃の性能試験をする際に、東京都公安委員会の許可を得ずに合わせて実弾24発を発射した疑いなどが持たれています。性能試験で実弾を発射する場合は、その都度事前の許可が必要ですが、住友重機は許可を得る解釈の誤りに気づかず、許可を受けずに性能試験で使ったということです。書類送検されたことについて住友重機は、管理体制の撤退と再発防止に取り組んでまいりますとコメントしています。茨城県で今日未明、交差点で倒れているのが見つかり、男性はその後死亡し、警察はひき逃げ事件として捜査しています。茨城県警によりますと、死亡したのは牛久市の無職山本博さん61歳で、今日午前4時ごろ、交差点で倒れているのを車で通りかかった人が見つけて通報しました。山本さんは頭や足などを怪我をし、病院で手当てを受けましたが死亡しました。現場は片側一車線の見通しの良い T 字路の交差点で、警察は山本さんが車にひき逃げされたとみて調べを進めています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。毎週バリの情報をお届けしているファインステージのコーナーです。
このコーナーではファインステージの下田社長に電話でお話をお伺いしています。さあ、それでは早速お呼びしましょう。下田さん、こんにちは。下田さん、こんにちは。はい、こんにちは。お世話様です。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日はどちらにいらっしゃいますか？今日はちょっとところを変えてバリにおります。今日はバリにいらっしゃるんですね。そうなんですね。いや、もう本当に日本にいる時間が短いというか、海外にいらっしゃることの方が最近多い気がしますね。最近ちょっとそうなんですよね。困ったもんですね。いや、でもお忙しい。疲れが取れません。あ、そうですよね。今回もやはりお仕事ですか？そうです。何か新しいバリの情報などはございますか？昨日の夜来たばっかりなんで、まだ何も情報収集が。そうなんですね。そうなんですよ。じゃあ本当にまだ移動してちょっと疲れが残ってしまっているっていう感じなんですかね。はい、飛行機長時間乗ってちょっと腰が痛い程度なんですが。ああ、体のこと、はい、いたわってくださいね。そうですね、ありがとうございます。まあね、体をこう元気にするには、やっぱり美味しいものを食べるっていうのもね、はい、一つの手だと思うんですが、食通の下田さん、はい、こう、バリのお出かけの時に、はい、絶対にこれは食べるというお料理とか食材っていうのはありますか？あるんですけどね、実はバリ料理じゃないんですよね。違うんですか？違うんですよ、はい。お酒のおつまみみたいな形でね、鶏のですね、ロースターっていうのかな、はい、丸焼き。丸焼き。これ結構楽しみにしてるんですよ。もうまん丸一羽です。わー、これをちょっとハーブが効いてるのかな、はい、それを、グリルでぐる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 回しながら焼いてるお店がありましてね。わあ、美味しそうですね。それを1羽丸々、買ってきまして。はい。はい、ビールのお供に、ちょっと鶏1羽、ペロッと食べちゃうんですが。1羽って結構ボリュームありませんか？うん、結構ありますけど、他何も食べなければ大体 OK じゃないですかね。ペロッと1羽行ってしまうわけですね。結構こっちに来ると、はい、鶏買いますね。600円ぐらいなんですよ。安いでしょ。丸々1羽、クリスマスじゃないんですから、なんですから。常に売ってるんです、ね、600円ぐらい。そうなんです。結構じゃあバリの方はその鶏を1羽丸々食べるっていうのは、まあ、普通のことなんですか？鶏は結構食べてらっしゃいますけど、そういう食べ方するっていうのはあんまりないと思いますね。じゃあ観光で訪れた方とかがやっぱり食べたりするんですかね。はい、そうですね。それとか、本当、向こう、バリに住んでいる外国の方ですね。はい。その人たちが買って帰るケースが多いんじゃないかな。なるほど。はい。じゃあ今回もぜひね、鶏を一羽食べていただいて。ありがとうございます。ね、まあ、エネルギーを補給してくださいね。はい。はい、ペロッと行っちゃいますから。そうですね。はい、今の時期ですと、バリはどんなところが見どころですか？そうですね。ちょうど季節の変わり目でしてね、実はこの前来てるよりもなんか体感的に温度が上がってますね。あ、そうですか。ということは、やっぱりちょっと雨季に入ってきてるんですけど、まあ、今朝聞いた話ですと、あんまり雨が今年は降ってないということなんですけど。はい。はい、ちょっとやっぱり気温が高くなってきましたね。やっぱりそういう雨季と乾季とでは気温とかも違うんですね。だいぶ違いと思いますね。まあでも雨も降ってもらわないと困りますよね、食べ物とか。そうなんですね。やっぱり農作物が多いバリですからね。はい、雨ってすごく重要ですよね。まあでもね、降ってもらわないと、これからきっとね、降るんじゃないかなと思いますが。そうですね。はい。さあ、ではお話をちょっと旅白書の話に変えさせていただきたいと思うんですけれども、はい、近くに旅白書のイベントとかはあったりしますか？はい。11月がイベントが3つ出る予定がありましてね。はい。1つがお台場ですね。はい。はい。で、もう一つが、九州の福岡です。お、九州で。はい。で、一番最後の、11月の末の土日かな。はい。これが橋本のアリオで。あ、一番近いですね、相模原で、ね。そうなんです、そうなんですよ。ですから皆さん、ぜひ、
有尾の方にいらしていただくと。3カ所も行われるということは、また大忙しですね。そうなんです。ですからもう本当、その合間を縫って、はい、バリに来たり、フィリピンに行ったりしてるような感じなんですよね。そうなんですね。まあ、旅白書と言いますと、まあ、新シリーズも一段落して、こう、仕上がってきていますか？ところがどっこい、今、新シリーズ、これから発表の最中なんですね。はい。あ、じゃあ、はい、今、忙しいところっていう感じですかね。そうですね。これから、まあ、写真撮影したりとか、はい。カタログを作ったりとか、まあ、新しいシリーズ発表していきますね、はい、ですからやっぱり 今年の末か、はい、来年に入ってからになるかもしれませんが。あ、そうですか。はい、新しいシリーズが出てくるんですよ。でもこれも楽しみですね。すごく楽しみです。さあ、あの旅白書のことを少し詳しい内容を知りたいという場合はどうしたらいいでしょうか？はい、ステージ21のホームページですね、はい、ステージ21.co.jp のホームページを見ていただくか、はい、もしくは今、Facebook であのステージ21のページがあるんですよね、はい。はい、そちらにアクセスしていただくと、結構、はい、あと、イベント情報ですとか、はい、もしくは、新商品ですね、はい、この辺がアップされてきますので、はい、ぜひ見ていいねを押していただけるとありがたいですね。そうですね。今本当に Facebook をやってらっしゃる方も増えてきてますからね。はい、増えてますね。ぜひぜひ Facebook でもご覧いただきたいですし、はい、インターネットで、ま、ステージ、カタカナのステージ、数字の21で検索していただくと、ま、ホームページの方もすぐに出てきますからね。はい、ぜひそうですね。こちらもご覧いただきたいと思います。はい。じゃあ、下田さん、早く疲れを取って。ありがとうございます。頑張ってくださいね、お仕事の。頑張って疲れ取りますけど、疲れが取れないうちに今度日本に帰るようになると思うんですが、来週は日本から。あ、そうなんですね。そうなんですよ。本当に体には気をつけてください。ありがとうございます。今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、本当にね、下田さん、大忙しで、日本と海外と行ったり来たりしているんですけれども、来週は、日本の方にね、帰っていらっしゃるということなので、また日本からお話を伺いたいと思います。さあ、ということで、今日もね、バリの情報、それから旅白書の情報、いろいろと聞いてきました。まあ、バリ島で、鶏の丸焼き、丸々ね、焼いているものが食べられるということなんですが、600円って安いですね。その安さだったらやっぱりちょっと食べてみたくなりますね。まあ、ペロッと食べられるくらいの、美味しいね、鶏の丸焼きだということですよ。さあ、それから旅白書に関してもね、来月は3カ所で、展示会があるということなんですが、詳しくはぜひね、ステージ21の Facebook またはホームページの方もチェックしていただきたいと思います。さあ、このコーナーでは毎週バリの、情報をお届けしていますが、下田さんに聞きたいバリに関する質問、それから旅白書に関する質問募集しています。ぜひ、質問ありましたら番組の方までお寄せください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。そして下田さんが書かれているバリブログも合わせてご覧ください。インターネットができるもので検索していただきたいんですが、カタカナでバリコラ、カタカナでバリコラと検索していただきますとすぐに出てきます。こちらにもバリの情報、写真付きでたっぷり載っていますので、合わせてご覧になってみてください。以上、毎週バリの情報をお届けしているファインステージのコーナーでした。プラエールさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。柏原よしえでハローグッバイ。
プラレールさんからいただいたリクエスト、柏原よしえでハローグッバイでした。さあ変わってはトマトさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。キンキキッズでガラスの少年。私の好きなお菓子はちょっと意外かなと思われるかもしれませんが、油で揚げたひなあられです。食感と味が大好きで1日に1袋食べてしまうかもしれない勢いで食べてしまうんです。ひなあられなので2月から3月にしか食べられないという貴重さも好きなのです。油で揚げたっていうことは普通のひなあられとは違うんですかね。まあでもやっぱ期間、その期間にしか食べられないってなるとね、やっぱり貴重さも増してこう好きになるっていうのもありますよね。さあお送りした曲はトマトさんからいただいたリクエスト、キンキキッズでガラスの少年でした。ここで鹿沼児童交通公園で開催される交通安全教室のお知らせです。鹿沼児童交通公園で交通安全教室が開催されます。内容は自転車の安全な乗り方教室、ミニパとミニ白バイの展示、乗車体験、交通事故の発生状況のお話、交通安全クイズなどです。開催日は10月26日日曜日、受付開始は午前9時30分からです。参加料は無料です。参加対象は4歳以上、
小学生以下で未就学の方は保護者同伴でお願いします。参加申し込みは直接鹿沼児童交通公園へご来場ください。アクセスは淵野辺駅南口徒歩3分です。お子さんたちに楽しみながら交通安全の技術知識を身につけてもらいます。ぜひこの機会をご利用ください。鹿沼児童交通公園で開催される交通安全教室のお知らせでした。さあ、今日の金曜ハミングメッセージテーマは一番好きなお菓子、皆さんの大好きなお菓子、番組まで教えてください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp。 ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。 FM 相模のホームページには番組へのメッセージフォームもありますのでご利用ください。まだまだメッセージお待ちしています。時刻は5時を回りました。改めまして FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。夕方4時からお送りしています FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング。この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあ、今週はすごくね、寒い日もありましたが、今日はポカポカ陽気でした。まあでもこの時期のポカポカ陽気だと、ちょっと気になるのが乾燥ですよね。私もこうやって喋るお仕事をさせていただいているので、喋ってたりするときにね、あ、ちょっと喉が乾燥し始めたなぁなんていうのが、ここ最近気になるようになりました。これからはですね、暖房もね使ったりしますし、まあ、空気もね乾燥してきますので、皆さん風邪などひかないように気をつけてください。さあ、それではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、厚木インターチェンジ付近では事故の影響で8キロ渋滞しています。下り方面へ向かう車は横浜町田インターチェンジ付近で8キロの渋滞です。中央道は上り方面へ向かう車、調布インターチェンジ付近で4キロの渋滞。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、東名入り口で1キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、相模大野で1キロの渋滞。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道246号線渋谷方面へ向かう車、市立病院前で1キロ、伊勢原方面は上総八木で2キロの渋滞です。国道129号線
厚木方面へ向かう車、金田で1キロの渋滞。町田街道、相原方面へ向かう車、佐塚で1キロ、滝の沢で1キロ、相原で1キロの渋滞です。県道座間大和線、相模原方面へ向かう車、小松原で1キロの渋滞。鶴川街道、鶴川方面へ向かう車、金井入り口で1キロの渋滞です。漁港道路、町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ。厚木方面は総武台団地入り口で1キロの渋滞です。北里通り、国道16号方面へ向かう車、下田井まで2キロ、相模原公園入り口で2キロ、大沼で1キロ。反対、昭和橋方面へ向かう車は、宇野森で2キロ、浅溝台入り口で1キロの渋滞です。県道相模原相川線、横山方面へ向かう車、上棚で2キロの渋滞。おしまいに県道相模原大倉町線、上溝方面へ向かう車、星ヶ丘で1キロの渋滞となっています。さあ、外は少しずつ暗くなってきています。ドライバーの皆さん、車のライトをしっかりとつけて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。代わって5時発表の最新の天気予報です。相模原の今夜は晴れでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 0% となっています。続いて相模原の明日も晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は1日を通して 0% となっています。明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の最高気温は22度の予想です。明日の朝の予想最低気温9度ということで一桁になってきましたね。皆さん暖かくしてお休みください。以上、天気予報でした。5時台からは交通情報を15分おきにお送りします。次の交通情報は5時15分ごろお伝えします。ここで神奈川県行政書士会相模原支部該当無料相談会のお知らせです。遺言、相続、成年後見、交通事故などでお困りの方、会社設立、事業開始に関するご相談をご希望の方のために、神奈川県行政書士会相模原支部では該当無料相談会を開催します。10月25日土曜日、明日は京王橋本駅、10月29日水曜日は津久井町商工会館、時間は明日25日京王橋本駅は午前10時から午後4時まで、29日の津久井町商工会館は午後1時10分から午後3時50分までです。行政書士は法律に基づく国家資格者で、役所に提出する
許認可などの申請書類の作成並びに提出手続き代理、遺言書などの権利義務、事実証明及び契約書の作成などを行います。最近市民の皆さんが観光所に書類を提出する機会が多くなっています。また社会生活の複雑高度化に伴い書類の作成に高度な知識を要する場合も増加してきています。行政書士が観光所に提出する書類などを正確迅速に作ることで皆さんの生活上の諸権利諸利益が守られるという公共的利益があります。行政書士の役割は身近であるとともに複雑多様なコンサルティングを含む行政手続きの業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として地域の皆さんのお役に立てればと毎年街頭相談会を開催しています。ぜひこの機会をご利用ください。神奈川県行政書士会相模原支部街頭無料相談会のお知らせでした。続いては FM 相模から純粋都市相模原フェスタ2014公開生放送のお知らせです。はやぶさのふるさとをテーマに今年も純粋都市相模原フェスタを開催します。打ち上げが間近に迫るはやぶさ2の応援イベントではソラガールとして注目を浴びているタレントの篠原智恵さんを迎えてのトークショーをはじめ JAXA の魅力をたっぷりと紹介します。同時開催のはやぶさリレーマラソンではトップアスリートの渋井陽子さんも来場します。もちろん人気の相模原ラーメングランプリなど相模原と全国の味覚を味わえるコーナーや楽しいステージ、体験イベントが満載です。また市のマスコットキャラクター相模の紹介など市政施行60周年を記念した催しも行います。日時は11月1日土曜日、2日日曜日の午前10時から午後5時。会場は在日アメリカ陸軍相模総合補給所返還地、 JR 横浜線相模原駅北口から徒歩10分です。雨天決行、好天中止です。相模原市の歴史を感じながら新たな魅力を発見できる2日間です。 FM 相模では当日会場の特設ブースより公開生放送でフェスタの模様をたっぷりとお伝えします。放送時間は1日の土曜日は午前11時30分から午後4時。出演はセミマル、ミカ、中村雅人、木野すみれ。2日日曜日は午後12時30分から5時まで。出演は西健治、私古谷香織、そして藤沢久です。市政60周年記念純粋都市相模原フェスタ2014、当日はラジオを持って会場へお越しください。さあ、私もですね2日日曜日の方、公開生放送担当させていただきます。そして、1日土曜日の方はですねはやぶさリレーマラソン、同じ会場で同時開催なんですけれども、こちらのねステージの司会をさせていただくことになっております。開会式9時からとなっています。ぜひねこちらの方もチェックしていただきたいなと思います。そしてなんと歌も歌わせていただくことになっております。はやぶさリレーマラソンの方のね、ステージになるんですけれども11時30分頃からです。もしお時間ありましたらこちらにも足を運んでいただけると嬉しいです。11月1日土曜日、そして2日日曜日、ぜひラジオを持って会場へお越しくださいね。お待ちしています。以上 FM 相模から純粋都市相模原フェスタ2014公開生放送のお知らせでした。
サーキットのおかみさんからいただいたリクエストです。原田真嗣でキャンディー。リクエストくださったサーキットのおかみさん、メッセージも書いてきてくださっています。僕の好きなお菓子はハートチップルです。ニンニク味のスナックなんですけど、香里さん知っていますか？確か赤いパッケージのやつでしたかね。小袋でも駄菓子屋さんでも売られていたので、部活の後の下校途中よく食べました。ニンニク風味が強烈なので、昔を懐かしむとき甘酸っぱいと表現されますが、僕が昔を懐かしむ記憶の香りはハートチップルのニンニク風味です。わー、ちょっと懐かしいですね。でも味思い出しました、今。さあ、そんなサーキットの神さんからいただいたリクエスト、お送りした曲は原田真嗣でキャンディーでした。時刻は5時15分を回りました。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、厚木インターチェンジ付近では事故の影響で8キロ渋滞しています。下り方面へ向かう車は横浜町田インターチェンジ付近で8キロの渋滞、中央道上り方面へ向かう車、調布インターチェンジ付近で10キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、相模大野で1キロの渋滞、八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞、国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で1キロ、下今泉で2キロ、伊勢原方面は市立病院前で1キロの渋滞です。国道129号線厚木方面へ向かう車、金田で1キロの渋滞、町田街道相原方面へ向かう車、佐塚で1キロ、滝の沢で1キロ、相原で2キロの渋滞です。県道座間大和線小松原では両方向とも1キロずつの渋滞、世田谷通り鶴川方面へ向かう車、新袋橋で1キロの渋滞、行幸道路町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ、厚木方面は小田急相模原で2キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、昭和橋方面へ向かう車は宇野森で1キロ、浅溝台入り口で1キロの渋滞です。おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、車間距離をよくとってこの後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。
この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は5時30分ごろお伝えします。 CM の後は街みどり降車情報をお送りします。
FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングお送りしています。お送りする曲はユンケさんからいただいたリクエストです。中森明菜で少女 A。 リクエスト中森明菜で少女 A お送りしました。さあ変わってお送りする曲は世界の本田さんからいただいたリクエストです。大滝詠一で幸せな結末。
時刻は5時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、お送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、厚木インターチェンジ付近では事故の影響で10キロ渋滞しています。下り方面へ向かう車、横浜町田インターチェンジ付近で8キロの渋滞、中央道上り方面へ向かう車、調布インターチェンジ付近で7キロの渋滞です。津久井街道相模湖方面へ向かう車、大井で1キロの渋滞、国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、相模大野で1キロの渋滞、八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞、国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で1キロ、下今泉で2キロ、伊勢原方面は市立病院前で1キロの渋滞です。国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で1キロの渋滞、町田街道横浜方面へ向かう車、滝の沢で1キロ、相原方面は佐塚で1キロの渋滞です。県道座間大和線小松原では両方向とも1キロずつの渋滞、行幸道路町田方面へ向かう車、総武台前で2キロ、厚木方面は小田急相模原で2キロの渋滞、北里通り国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、昭和橋方面へ向かう車は宇野森で1キロ、大沼で1キロの渋滞です。村富線矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘で1キロの渋滞、おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。変わって天気予報です。相模原の今夜は晴れでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 0% となっています。続いて相模原の明日も晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は1日を通して 0% となっています。明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の最高気温は22度の予想です。以上、天気予報でした。次の交通情報は5時45分頃お伝えします。ここで火災の情報が入っています。17時9分頃、相模原市中央区宮下3丁目で火災が発生し、現在消防隊が活動中です。17時9分頃、相模原市中央区宮下3丁目で火災が発生し、消防隊が活動中です。付近の方はどうぞご注意ください。
白ポロさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。近藤雅彦でスニーカーブルース。メッセージも書いてきてくださっています。札幌ポテトバーベキュー味、これはポテトチップスかな、一番好きだということです。そんな白ポロさんからいただいたリクエスト、近藤雅彦でスニーカーブルースをお送りしました。さあ、代わってお送りする曲は水玉スニーカーさんからいただいたリクエストです。アンリで悲しみが止まらない。同じくやはりチョコレートは一番好きかもしれませんが、それと同等なくらい好きなお菓子はごませんべいです。ごまがたくさん入って真っ黒くなっている国産米ごませんべいも美味しいし、厚焼きのごませんべいも好きです。チョコレートとごませんべい交互食べが好きなんです。ということで、私もごませんべい好きなんですよ。多分おせんべいの中では一番ですかね。だから私の家にはやっぱりチョコレートとごませんべいありますね。なんか同じように交互に食べています。
さあ、そんな水玉スニーカーさんからいただいたリクエスト、お送りした曲はアンリで悲しみが止まらないでした。今日の金曜ハミング、メッセージテーマはハロウィンも近いということでね、一番好きなお菓子教えていただいています。さあ、キューちゃんからもメッセージいただいているんですが、こんにちは。今日は秋晴れのいい天気になりましたね。風もなく穏やかで過ごしやすい一日でした。本当に秋晴れが気持ちよかったですね、青空でね。お菓子ですか、チョコレートもいいですが、私はでね、切れてしまってるんですよね。続きが気になるんですけれども、キューちゃん、もしよかったらもう一回送ってきていただけると助かります。メッセージありがとうございます。さあ、それからファックスもいただいていますよ。アホの坂田さん、ありがとうございます。かおりさん、こんばんは。こんばんは。私の好きなお菓子はモンブランです。和栗のモンブランなんてたまらないですね。ということで、秋といえばやっぱり栗ね、そしてケーキで言えばモンブランですよね。私もモンブラン大好きなんですが、この方もシェフさんからもいただいています。私が好きなお菓子というかケーキなのですが、モンブランです。最近は和栗やイタリアの栗を使ったものが出回っていますが、真っ黄色なおすすめ、あ、真っ黄色なおやすめのものが一番。子供の頃からいちごのショートケーキよりあれが好きでした。モンブランでもそのあんって言ったらいいんですかね、上にかかってるのがね、それこそ黄色いものから、ちょっと茶色いっぽいものから、いろいろ種類がありますよね。私もいろんなあのケーキ屋さんのモンブランを食べ比べたりするのが好きです。メッセージありがとうございます。さあ、それからプラレールさん、私の大好きなお菓子はティラミスです。ティラミスの意味はイタリア語で私を元気づけてという意味だそうです。そうなんですか。ティラミスの意味、知らなかったです。私を元気づけて、その名の通り食べたら本当に元気になります。1990年代に日本で大きなティラミスブームになった時の火付け役のシェフとあることで知り合って、お宅に伺った時に私のために作ってくださったことがありました。すごい。もう最高の思い出です。あのティラミスを上回る市販のティラミスにはまだ出会っていませんね、ということで。すごいですね、火付け役となったシェフが自ら作ってくださった。うわー、美味しそう。それだけでね、なんか美味しそうですね。プラレルさん、メッセージありがとうございます。さあ、それから世界の本田さん、私の一番好きなお菓子はポテトチップの塩味です。ポテトチップっていうね、メッセージも多かったですけれども、皆さんそれぞれ味が違って面白いですね。子供の頃からずっと食べていますが、未だに飽きがきません。途中、海苔塩、コンソメ、梅、サワークリーム、オニオン、わさびなどいろいろな味を楽しみましたが、結局一番オーソドックスな塩味に戻ってきました、ということでね。本当にポテトチップスももう数えきれないくらいいろんな味のものがどんどん出てきていますけれども、やっぱりこういう定番っていうのは飽きが来ないんですかね。メッセージありがとうございました。さあ、まだまだメッセージお待ちしています。今日は一番好きなお菓子教えてください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839。 FM 相模のホームページには番組へのメッセージフォームもありますので、ご利用ください。時刻は5時45分を回りました。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。
はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、厚木インターチェンジ付近で事故の影響で10キロ渋滞しています。下り方面へ向かう車は横浜町田インターチェンジ付近で8キロの渋滞。中央道上り方面へ向かう車、調布インターチェンジ付近で14キロ、県央道厚木方面へ向かう車、海老名ジャンクションで1キロの渋滞です。津久井街道相模湖方面へ向かう車、大井で1キロの渋滞。国道16号線横浜方面へ向かう車、京和で1キロ、東名入口で1キロ、八王子方面は東名入口で2キロ、中和田相模大野でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道246号線伊勢原方面へ向かう車、市立病院前で1キロ、文化会館前で1キロの渋滞。国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で1キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、相原方面は佐塚で2キロ、時和で断続的に2キロの渋滞です。県道様大和線小松原では横浜中心部へ向かう車が1キロ、相模原方面へ向かう車が2キロの渋滞です。鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入口で1キロの渋滞。行幸道路町田方面へ向かう車、総武台前で2キロ、厚木方面は小田急相模原で2キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で2キロ、大沼で1キロ、昭和橋方面へ向かう車は宇野森で1キロ、浅溝台入り口で2キロの渋滞です。おしまいに村富線矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時ごろお伝えします。ピザーラお届け情報。ピザーラお届け情報、毎週金曜日はピザーラから美味しい情報をお届けしています。今日の美味しい情報は耳まで美味しいシリーズから、耳までソーセージをお届けします。耳まで美味しいシリーズには耳までチーズと耳までソーセージの2種類がありますが、今日ご紹介するのは耳までソーセージです。軽井沢にあるパンの名店朝の屋と共同開発したピザーラの自慢のオリジナル生地、その特製ピザ生地の耳にパリッと弾ける粗挽きソーセージを巻き込みました。大人から子供まで楽しめる耳まで美味しい新ラインナップの登場です。まずは耳までソーセージベーコンポテトです。パリッとした食感のジューシーなソーセージを耳に巻き込みました。ホクホクのポテトに特製のバターソースで芳醇な味に仕上げた耳まで美味しいピザです。ポテトにソーセージはベストマッチですよね。
トッピングはマヨネーズ、チーズ、オニオン、コーン、厚切りベーコン、ブラックペッパー、パセリ、レモンバターソース、ダイスポテト、エッジ用ソーセージです。耳までソーセージ、ベーコンポテトは M サイズ2210円、L サイズ3530円です。続いては耳までソーセージ、ペパロニです。こちらは定番のサラミとイタリアンソーセージで仕上げた耳まで美味しいピザです。もちろんパリッとした食感のジューシーなソーセージが耳まで入っていますよ。トッピングはチーズ、オニオン、イタリア風ソーセージ、ペパロニ、ブラックペッパー、パセリ、エッジ用ソーセージです。耳までソーセージ、ペパロニは M サイズ2210円、L サイズ3530円です。耳まで美味しいシリーズには、今日ご紹介した耳までソーセージの他に、耳までチーズ、デリマヨコーンとデラックスがあります。そして、全部食べたいという欲張りな方には、耳までクォーターもありますので、こちらも合わせてぜひお召し上がりください。以上、ピザーラお届け情報でした。今日の金曜ハミングメッセージテーマは一番好きなお菓子です。さあ皆さんのメッセージご紹介していると本当にねそれぞれに様々なお菓子出てきましたけれども、続いてご紹介するのはイゴールヒロちゃんちんさんです。ありがとうございます。お菓子好きな私が悩んだ結果、一番好きなお菓子はチョコレートに決めました。ワインを上回るポリフェノール、動脈硬化を防ぐなどと言われていますが、とにかく美味しい。ビターなものから甘いものもあります。固体もあり、液状にしてもあり、スポンジケーキ、ドーナッツもあり、ということでチョコレートといえど本当にチョコレートを使ったお菓子多いですからね。私もやっぱりどれもね好きかな。イゴールヒロちゃんちんさん、メッセージありがとうございます。さあまだまだあなたからのメッセージお待ちしています。今日は一番好きなお菓子教えてください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839。 FM 相模のホームページにはメッセージフォームもあります。さあこの後は毎回皆さんの身近な情報をお届けしている相模原インフォメーションをお送りします。
時刻は夕方6時を回りました。改めまして FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんばんは、古谷香織です。夕方4時からお送りしています FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング。この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあ、さすがにこの時間になってだいぶ冷えてきましたね。昼間はポカポカ陽気だったので、ちょっとね、体もびっくりしちゃいそうですが、皆さんあったかくして風邪などひかないようにお過ごしください。さあ、この時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、厚木インターチェンジ付近では事故の影響で12キロ渋滞しています。下り方面へ向かう車は横浜町田インターチェンジ付近で8キロの渋滞です。中央道上り方面へ向かう車、調布インターチェンジ付近では事故の影響で20キロ渋滞しています。圏央道は厚木方面へ向かう車、海老名ジャンクションで1キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、京和で2キロ、東名入り口で1キロ、八王子方面へ向かう車、東名入り口で2キロ、中和田、相模大野でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞、国道246号線渋谷方面へ向かう車、市立病院前で1キロ、上総八木で1キロ、東原で1キロ、伊勢原方面は東原で1キロ、上総八木で1キロ、市立病院前で1キロ、文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で1キロの渋滞、町田街道横浜方面へ向かう車、小山で1キロ、朝日町で1キロ、相原方面は佐塚で2キロ、時和で4キロ、こちらは工事の影響で4キロ渋滞しています。県道座間大和線小松原では横浜中心部へ向かう車が1キロ、相模原方面が2キロの渋滞、鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロの渋滞です。世田谷通り相模原方面へ向かう車、大倉で1キロの渋滞、漁港道路町田方面へ向かう車、総武台前で2キロ、厚木方面は小田急相模原で3キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で2キロ、大沼で1キロ、反対昭和橋方面へ向かう車は宇野森で1キロ、浅溝台入り口で2キロ、相模原公園入り口でも2キロの渋滞です。続いて村富線矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘で1キロの渋滞、おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかりと締めて安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。変わって天気予報です。相模原の今夜は晴れでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 0% となっています。続いて相模原の明日も晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は1日を通して 0% となっています。明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の最高気温は22度の予想です。明日はお出かけ日和になりそうです。以上、天気予報でした。次の交通情報は6時15分頃お伝えします。
ユナッシーママさん、ユナッシーママさんからいただいたリクエストお届けしましょう。森山直太朗で若者たち。リクエストくださったユナッシーママさん、メッセージも書いてきてくださっています。一番好きなお菓子たくさんあるので困りましたね。シンプルに海苔のついたおせんべいですね。今夫がハマっているのがカラムーチョのポテトチップです。体には良くないんですよね。塩分が多いのですが食べ物は抑えられませんね。好きにしていますということで、おせんべいも美味しいし、こう辛いポテトチップスとかもね、一回食べ始めると気がついたら一袋食べちゃってるなんていうことありますよね。まあでもね、塩分取りすぎないようにほどほどにっていうのも大事かもしれません。さあ、そんなユナッシーママさんからいただいたリクエスト、お送りした曲は森山直太朗で若者たちでした。変わってお送りする曲は相模のゆきちゃんからいただいたリクエストです。風で海岸通り。リクエストくださった相模のゆきちゃん、メッセージも書いてきてくださっています。好きなお菓子ズバリ歌舞伎揚げ、揚げせんです。ミルクせんべいもうまいですかね。
思い出しました。学生の頃アルバイトで草加せんべいの製造会社のボイラー掃除に行った時、割れせんをお土産にもらった。後から一斗缶に入ったものを送っていただいた。もう40年も経つんですね。これからリハビリ兼ねて散歩に行きます。当然携帯ラジオで FM 相模を聞きながらですよ、ということで、歩きながら聞いてくださっているんでしょうか。もう家に帰られてるかな。ねえ、おせんべい、歌舞伎揚げとかも美味しいですよね。メッセージありがとうございました。お送りした曲は相模のゆきちゃんからいただいたリクエスト、風で海岸通りでした。さあ、変わってお送りする曲は V3 の男ミスター GK さんからいただいたリクエストです。お送りする曲は長渕剛で激愛。お送りした曲は V3 の男ミスター GK さんからいただいたリクエスト、長渕剛で激愛でした。時刻は間もなく6時16分になるところです。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、厚木インターチェンジ付近では事故の影響で12キロ、下り方面へ向かう車、横浜町田インターチェンジ付近で8キロの渋滞です。中央道は上り方面へ向かう車、調布インターチェンジ付近で事故の影響で20キロ渋滞しています。圏央道は厚木方面へ向かう車、海老名ジャンクションで1キロの渋滞です。津久井街道相模原方面へ向かう車、白山高校前で1キロ、相模湖方面は大井で1キロの渋滞。国道16号線横浜方面へ向かう車、京和で2キロ、宇野森で1キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、中和田相模大野で1キロの渋滞です。八王子街道
横浜中心部へ向かう車、目黒で1キロ、相模原方面は上河井で1キロの渋滞です。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で1キロ、市立病院前で1キロ、下今泉で2キロの渋滞。国道129号線、厚木方面へ向かう車、山際で1キロの渋滞です。町田街道、横浜方面へ向かう車、小山で1キロ、時は朝日町、佐塚ではそれぞれ両方向とも1キロずつの渋滞です。県道座間大和線、相模原方面へ向かう車、小松原で1キロ、鶴川街道金井入口では鶴川方面へ向かう車が1キロ、相模原方面へ向かう車が2キロの渋滞です。世田谷通り、鶴川方面へ向かう車、大倉で1キロの渋滞。漁港道路、町田方面へ向かう車、総武台前で2キロ、厚木方面は小田急相模原で3キロの渋滞です。北里通り、国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で2キロ、大沼で1キロ、昭和橋方面へ向かう車は宇野森で1キロ、浅溝台入り口で2キロ、相模原公園入り口でも2キロの渋滞です。村富線、矢部方面へ向かう車、星ヶ丘で1キロ、座間方面は総武台団地入り口で1キロの渋滞です。おしまいに県道相模原相川線、横山方面へ向かう車、上棚で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、車間距離をよくとってこの後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時30分ごろお伝えします。お団子ママさんからいただいたリクエストお届けしましょう。ヒゲパパは私が作ったたい焼きが好きだそうですよ。シモン雅人で泳げたい焼きくん。
さあ旦那様はお団子ママさんが作ったたい焼きが好きということなんですが、お団子ママさん自身はわさび風味の柿ピーです。もう今日2袋食べました。まだ食べますということで、お送りした曲はお団子ママさんからいただいたリクエスト、シモンマサトで泳げたい焼きくんでした。さあ続けてお送りする曲は、津久井の俊さんからいただいたリクエストです。かぐや姫で神田川。津久井の俊さんもメッセージ書いてきてくださっています。好きなお菓子はせんべいです。ごまのついた醤油味のせんべいです。津久井せんべいが有名ですが、食べたことがありません。私も津久井せんべいまだ食べたことないです。ちょっと見つけて食べてみたいな。お送りした曲は津久井の俊さんからいただいたリクエスト、かぐや姫で神田川でした。さあ変わってお送りする曲は、池さんからいただいたリクエストです。浜田翔吾で片思い。リクエストをくださった池さん、メッセージも書いてきてくださっています。一番好きなお菓子ですが、多すぎてどれにしたらいいか迷いましたが、これと言ったらおせんべいかなと思います。おせんべいっていう人も多いですね。基本的に甘いものが好きなんですが、あの香ばしい醤油味のシンプルなおせんべいが一番ですね。
今住んでいるところも偶然おせんべいの産地でお高いですが美味しいものが手に入ります。香里さんは好きですか？私は甘いものもねもちろん好きなんですけれども、やっぱり甘いものを食べていると今度しょっぱいものとか辛いものが食べたくなって、だから先ほどもねちょっと話したんですが、チョコレートとおせんべいは常に家にありますね。私個人的にはハロウィンはあまり馴染みがないイベントですが、街中を見ていると楽しくなるのでやっぱり好きなのかな。まだねクリスマスとかに比べるとちょっとパーティーとかもそんなにねやったりする機会っていうのはないですし、そんなに有名じゃないのかなって思いきや、でも最近はよく普通の家でも外にねかぼちゃ飾ってたりとか、かぼちゃの置物置いていたりとか、少しずつなんか広まっているような印象は受けますね。まあ見ているとやっぱりね楽しい気持ちになりますよね。メッセージリクエストありがとうございました。お送りした曲は池さんからいただいたリクエスト、浜田翔吾で片思いでした。時刻は6時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、厚木インターチェンジ付近では事故の影響で12キロ、下り方面へ向かう車は横浜町田インターチェンジ付近で7キロの渋滞です。中央道は上り方面へ向かう車、調布インターチェンジ付近で事故の影響で20キロ渋滞しています。県央道は厚木方面へ向かう車、海老名ジャンクションで1キロの渋滞です。津久井街道相模原方面へ向かう車、城山高校前で1キロ、相模湖方面は大井で1キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、京和で2キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、中和田相模大野でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道横浜中心部へ向かう車、目黒で1キロ、相模原方面は上川井で1キロの渋滞。国道246号線上総八木東原で両方向とも1キロずつの渋滞です。国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で1キロの渋滞。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町、佐塚、それぞれ1キロ。相原方面は佐塚、朝日町でそれぞれ1キロ。時和で2キロ。多摩ニュータウン入り口でも1キロの渋滞です。県道様大和線、相模原方面へ向かう車、小松原で1キロの渋滞。鶴川街道、
金井入口では鶴川方面へ向かう車が1キロ、相模原方面へ向かう車が2キロの渋滞です。世田谷通り鶴川方面へ向かう車、大倉で1キロの渋滞。漁港道路、町田方面へ向かう車、総武台前で2キロ。厚木方面へ向かう車は、小田急相模原で2キロの渋滞です。北里通り、国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で2キロ。相模原公園入り口では、両方向とも2キロの渋滞です。村富線、矢部方面へ向かう車、星ヶ丘で1キロ。座間方面は総武台団地入り口で1キロの渋滞です。県道相模原相川線、横山方面へ向かう車、上田名で断続的に2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。変わって天気予報です。相模原の今夜は晴れでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 0% となっています。続いて相模原の明日も晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は1日を通して 0% となっています。明日朝の予想最低気温は9度。明日日中の最高気温は22度の予想です。明日の雨の降る確率、1日を通して 0% ということで、いいお天気になりそうですね。以上、天気予報でした。次にお届けするのが今日最後の交通情報です。6時45分頃お伝えします。CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。新たにエボラ熱の陽性反応が確認されました。この時間のニュースをお伝えします。アメリカ・ニューヨークのデブラシオ市長は23日、西アフリカのギニアでエボラ出血熱の患者の治療を行った後、帰国した医師の男性から陽性反応が出たと発表しました。ところでエボラ出血熱の感染拡大を受けて、塩崎厚生労働大臣は今日、海外から日本に入国するすべての人について、西アフリカでエボラ出血熱の感染が拡大している国に滞在していなかったか確認することにしました。塩崎大臣によりますと、海外から日本に入国するすべての人について、エボラ出血熱の感染が広がっている西アフリカのギニア、リベリア、シエラレオネ、それにコンゴ民主共和国の4カ国への滞在歴を確認するよう、入国管理局に要請したということです。もし滞在していたことが確認されれば、検疫所で問診などを行います。また塩崎大臣は今朝、日本医師会の横倉会長と会談し、国内でエボラ出血熱の感染が確認された場合、一般の医療機関が的確に対応できるよう要請しました。
カナダの首都オタワにある連邦議会議事堂などが襲撃された事件で、カナダの警察当局は23日、容疑者の男が過激派組織イスラム国が勢力を拡大するシリアへの渡航を計画していたことを明らかにしました。宮沢経済産業大臣は、自らの資金管理団体が SM バーに政治活動費を支出していた問題で、改めて釈明するとともに、国会の場でも説明していくという姿勢を示しました。この問題をめぐって、野党は来週の衆議院の経済産業委員会や予算委員会などで追及する方針ですが、宮沢経済産業大臣は今日、秘書が知り合いと SM バーに行っていたことが分かったと改めて釈明した上で、国会の場でも説明していく姿勢を示しました。こうした中、閣僚からは宮沢大臣に説明を求める声が上がっています。一方、野党側は経済産業大臣が所管する東京電力の株600株を所有していることについても問題視していて、来週の国会で追及していく方針です。おしまいに株と円の動きです。今日の東京株式市場の平均株価終わり値は、昨日より152円ほど高い 15,291円64銭でした。一方、東京外国為替市場の円相場は、昨日より1円円安ドル高の1ドル108円24銭から25銭で大方の取引を終えました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。ヒロオヤジさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。私古谷香織でマキアート。くださったヒロオヤジさん、メッセージも書いてきてくださっています。好きなお菓子、私はバターピーナッツです。夕食後のひととき、趣味の雑誌を見ながら CD を流してバターピーナッツをポリポリカリカリ、食後のコーヒーもよし、ウイスキーのロックなどさらによしです。子供たちからはピーナッツ星人と呆れられているのはご愛嬌です。そんな風に呼ばれているんですか。それほど食べている、ね、食べているところを見られているっていうことですかね。さあ、もうちょ、
では香里さんはじめリスナーの皆様に励ましていただき感謝ですということで、もう良くなりましたか？あまりね無理せずに大事になさってくださいね。お送りした曲はひろおやじさんからいただいたリクエスト、私古谷香里でマキアートでした。時刻は間もなく6時45分になるところです。ここで今日最後の交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、厚木インターチェンジ付近では事故の影響で12キロ、下り方面へ向かう車は横浜町田インターチェンジ付近で7キロの渋滞です。中央道は上り方面へ向かう車、国立府中付近で事故の影響で16キロ、県央道は厚木方面へ向かう車、海老名ジャンクションで1キロの渋滞です。津久井街道相模原方面へ向かう車、城山高校前で1キロの渋滞、国道16号線横浜方面へ向かう車、京和で2キロ、宇野森で1キロ、東名入り口で1キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、中和田、相模大野で1キロの渋滞です。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で1キロ。東原上総八木ではそれぞれ両方向とも1キロ。その他伊勢原方面へ向かう車、市立病院前で1キロの渋滞です。国道129号線、厚木方面へ向かう車、山際で1キロの渋滞。町田街道横浜方面へ向かう車、時和で1キロ、佐塚で2キロ。相原方面は朝日町で1キロ、時和で2キロの渋滞です。県道座間大和線、小松原では横浜中心部へ向かう車が1キロ、相模原方面へ向かう車が2キロの渋滞となっています。鶴川街道、金井入り口では両方向とも1キロずつの渋滞、世田谷通り、鶴川方面へ向かう車、大倉で1キロの渋滞、行幸道路、厚木方面へ向かう車、小田急相模原で1キロの渋滞です。おしまいに北里通り、国道16号方面へ向かう車、浅溝小学校入り口で4キロ、昭和橋方面は大沼で1キロ、浅溝台入り口で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。
続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、今日最後の交通情報をお伝えしました。今日のメッセージテーマは、一番好きなお菓子、ご紹介していきましょう。大通りヘップバーンさん。お菓子っていうか素材ですが、ズバリ生クリームです。ショートケーキ、ロールケーキ、シュークリーム、生ドラなどなど、生クリームが使ってあれば何でもいいっす。僕の夢は生クリームのお風呂に潜るです。あー、こういうこと考えたことあります、私も。あと、浅野のカレールーの海に飛び込んでカツを探すことです。ってこれはお菓子ではないですけどね、同じく美味しいですもんね。メッセージありがとうございます。それからおにぎりさん、じゃがいも系が好きかな。中でも札幌ポテトかな、一番は。そんなにしょっぱすぎない塩加減が好きです。その次がポテコ、よく指に入れて食べたりしませんか。カオリンは上品だからそんなことしないかな。いやいやいや、指にはめて食べてましたよ。同じ風にしてました。それから、砂混じりの手羽先さん。子供の頃からお菓子が大好きな僕は、日によって一番好きなお菓子が違うのですが、今は、五家宝という和菓子です。カオリンは知っているかな？漢数字の五に、家に宝と書いて、五家宝。知らなかったです。和菓子なんですね。ちょっとチェックしてみたいと思います。ありがとうございます。さあ、それから、下野草さん、ありがとうございます。お菓子といえば、あれかなと言える可愛い少年時代を過ごしていない私は甘いものが苦手です。ただ死んだ母は上野原の高木商店かな、酒まんじゅうが好きでした。酒まんじゅう、相模原の名産ですよね。さあ、それからリンママさん、好きなお菓子はいろいろあって迷いますね。チョコレート系のお菓子ですかね。今の時期は冬の口どけシリーズは見つけたら即買いですね。わかります。チョコレートでもこの口どけシリーズ美味しいですよね。夕方4時からお送りしてきました、 FM 相模 83.9MHz、 古谷香織の金曜ハミング、そろそろお別れの時間です。さあ、いただいたものやたまたま買って美味しいと思ったものはすぐに大人買いしちゃうんですよね。ただ昔、姉がホテルのレストランで買ってきてくれたチョコレートケーキはかなり美味しかったのですが、現在お店が変わってしまってどこに移転したのか、なんていうお店かも分からず諦めてしまいました。ああ、お店がなくなってしまって食べられなくなるっていうこともあるんですね。それから V3 の男ミスター GK さん、草加せんべい食べたことありますか。今はもうほとんど知られていないので忘れてしまった人がほとんどだと思いますけど、そんなことないと思いますよ。草加せんべいが一番好きですというメッセージ。それからツールミの海坊主さん、好きなお菓子ミルクせんべいです。子供の頃、近所の駄菓子屋に通っては、当時1袋10円だったこのミルクせんべいに、5円の梅ジャムから30円のホームランバーアイスクリームまでを予算に合わせてトッピングするのが至福のおやつタイムでした。駄菓子屋とか通いましたね、私も。それから、雪中湾さん、たまに屋台で売りに来るわらび餅を買ってくれました。薄い板を曲げた船に盛られたきな粉と砂糖のかかったプルプルのわらび餅の冷たさは、エアコンの冷蔵庫もなかった暮らしの中で天国の食べ物に思えました。それから千田高さん、自分の、本職の自分は、そうですよね、お菓子屋さんだもんね。
生菓子ではなくダックワーズが一番好きです。メレンゲにアマンドプードルを入れて、小判状の生地を焼き上げ、プラリネクリームをサンドするとってもシンプルなお菓子です。まあでもごまかしの効かないお菓子ということで難しいんですね、作るのがね。そっか。さあ、それから池田哲彦さん、先週メールしました。覚えていますか？今日もサイマル放送で聞いています。月曜日に風邪をひいて悪化してしまい鼻声で辛いですということなので、早くね治りますようにお大事にしてください。それからのっちさんからもねいただいています。メッセージありがとうございました。さあ、今夜10時からのミュージックボックスなんですけれども、通常は4週目ということで山作戦さんの担当する回なんですが、今日は山作戦さんお休みでして、代わりに私古谷香織と西健二さん2人でね、いろんなアーティストさんのインフォメーションしながら曲をかけたり1時間喋っております。ぜひ今夜10時からのミュージックボックスもお楽しみください。さあ、だいぶね寒くなってきています。皆さん風邪などひかないようにあったかくしてお過ごしくださいね。ここまでのお相手は古谷香織でした。今日もたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。この後は東京町田インフォメーションをお送りします。